正午を示す、時計正午とは、地方時において、天球上を一定の速さで動くと考えた、平均太陽が地平線より上で、四五線を通過する時刻を言う。地方時における昼の正1十二時を指す。実際の太陽は、天球上を一定の速さでは動かないため、常に正午に四五線を通過するわけではない。また、 経度が異なると平均太陽が南中する時点が異なるが近代以降は通常は標準時が定められている地域ごとに標準四五線を平均太陽が通過する時刻が正午である。日本での標準四五線は兵庫県赤石市を通る統計135度線である。大気後で太陽が地平線下の四五線を通過する時刻、すなわち夜の正十二時を マ子の時の中間という、明治政府が改暦の布告を出す前には、時刻は十二時で数えており、馬の時が現在の午前十一時頃から午後一時頃までに当たることから、その中間の時刻を正午と呼んだ。改暦により二十四時間制が導入された時に、二十四時間、表示での零時から十二時までの時間帯を、十二時間、表示では午前、 24時間表示での12時から24時までの時間帯を12時間表示では午後と呼称することが定められた。夜の12時であるマサコはあまり用いられず午前0時の表記が一般的である。天文学では夜間の観測中に日付が変わるのは不便であるので、機械を正午とする時刻計を用いていた。これを天文時といい、これに対して、 ま子を控えとする時刻系を常用時と呼んでいた。天文時はクラウディオスプトレマイオスの創始以来使われ続けてきたが、1925年1月1日からは天文学でも常用時を用いることになった。詳細はグリニッジ標準時天文時の廃止を参照のこと。ただし、揺り薄日における日の始まりは1925年。 以降も正午であることに注意すべきである。午前と午後も参照結論から言うと、正午が午前か午後かは表記に依存するということになる。すなわち、午前12時と表記した場合は、午前の最後の意味を持ち、午後0時と表記した場合は、午後の最初の意味を持つ。一方、正午と表記した場合は、午前と午後を区別する意味合いは持たない。よって、午前12時は、 時間帯の最後に用い、午後0時は、時間帯の最初に用いるのが好ましい。午前12時台の表記については午後0時台を用いる方が日本語としては正しい。改歴の布告では毎正時の呼び名を時刻表として掲げているが、24時間表示でいう12時は、午前12時、しかなく、即午後0時がない。ただ、午前時という表記は、正午に限り矛盾はないが、 一秒でも過ぎると午後になってしまうため午前12時台について午前を含む表記は矛盾となる。実際には午後0時または24時間制で単に12時という表記が用いられることが多い。24時間表示では午前午後の概念がないため単純に12時を正午とすることで足りる。なお西洋においても正午はヌーンかミドデイであり。 午前にも午後にも属さず、その前が午前、後が午後である。正午、主体用時では、太陽が南中するとき、平均太陽時では午前12時のこと。天文学時点、日本天文学会正午、午後12時は、まさこという。かつて十二支を使って、時刻を表していたことに由来し、それぞれ馬の生国、この生国という意味である。天文学時点、日本天文学会。 明治5年大上館布告第337号。2019年12月30日閲覧。暦ィキ、要素、1日とは。1日の始まり。国立天文大歴計算室。2019年12月30日閲覧。日本天文学会、編纂雑報天文時の廃止。天文月報第17巻第12号。日本天文学会。 東京府北多摩郡三鷹村、1924年12月、187ページ、衣春0374から2466、西土案00154555、NDLJP、330万4053、2014年1月12日、閲覧。グリニッチ標準時天文時の廃止同様に、午後12時は、正午から12時間後、午前0時は、 正午より12時間前を意味する。時刻としては同じ瞬間であるが、その時刻の属する日付は異なる。例えば、午前10時から午後0時までは誤りではないにせよ、違和感を持たれる場合がある。午前10時から午前12時までの方が好ましい。同様に、昼休みは午前12時から午後1時までよりも、午後0時から午後1時までの方が好ましい。また、 午前11時から午前12時30分ではなく午前11時から午後0時30分の方が好ましい。英米では午前12時台は視野からその12時間後まで、午後12時台は正午からその12時間後までを指す。このため時計メーカーでは輸出の関係でデジタル時計の12時間表示を英米式に合わせているものが多い。午前十二時 午後0時情報通信研究機構周波数標準化。2019年12月30日閲覧。質問4から1正午は午前12時それとも午後12時国立天文台。2019年12月30日閲覧。パナソニック。ありがとうございます。